平野紫耀、戸部所属後に実家の豪邸が変化、複数の会社の表札、入り口に紫の滝も。みなさん、こんにちは。今回は日本のエンターテインメント業界における注目の話題についてお伝えします。平野紫耀さんの最新の動向に関する情報をご紹介いたします。平野紫耀さんは若干26歳にしてすでに多くの人々から愛され、 その才能と魅力で日本のエンターテインメントシーンを席巻しています。彼の新たな一歩について興味をお持ちの方、ぜひお付き合いください。今年7月、滝沢秀明、41歳の、とべ、に合流した平野史洋、26歳。その一挙手一投足が世間から注目を集めている。 しかし、今回は彼のエンターテイメントキャリアに焦点を当てるのではなく、彼の実家で起きている驚くべき変化についてお話ししましょう。愛知県の中心部から車で15分ほどの完成な住宅街に、ひときわ目立つ3階建ての邸宅が佇んでいます。入り口には滝が流れ、夜になると紫色の光にライトアップされる。 建物は高い壁で囲まれ、まるで要塞のような雰囲気を醸し出しています。この邸宅に掲げられた表札は複数あります。その中には、この7月7日に設立されたばかりで元キングプリンス以下、キンプリの平野が社長を務める会社のものがあります。そして、平野と共にキンプリを脱退した神宮寺ユータ、25歳。 平野の弟でアパレル事業を手掛ける陸24歳のそれぞれの会社の表札も目立ちます。ここは平野さんの両親が住む近所でも知られた豪邸です。ただ、複数の会社の表札が掲げられたり、紫の滝が流れ出したのはごく最近ですね。ちょうど平野さんがジャニーズ事務所を退所し、新事務所に合流したぐらいからです。近隣住民。 平野が人流寺と共に飛べ、絵の合流を発表したのは今年の七夕のことでした。そのタイミングで二人とも個人会社を設立。そして平野の実家にも変化が見られるようになりました。平野潮さんは彼の人生において大きな決断をする際、母親の喜びを考慮に入れることを大切にしています。 昨年のインタビューで彼は次のように語っています。僕が何か人生で大きな決断をするときの判断材料の一つに母親に喜んでほしいってことがある気がします。毎夜上、2022年7月号。平野さんにとって実家に住む両親、特にお母さんは、共に人生を歩んできた大切な存在です。 今回の滝沢さんとの合流、新会社設立もお母さんのためにという思いがあったはずです。芸能関係者によれば、平野さんの決断には家族への感謝の気持ちも深く関わっているようです。24日発売の女性セブンでは、平野が乗り越えた極貧時代、母親の再婚、母親がフェラリーに乗ってコンビニに出かける近況などについて重宝されています。 彼の人生の舞台裏に迫る情報が満載です。結論。平野志耀さんのエンターテインメントキャリアの一翼を担う彼の実家における変化は、彼のファンだけでなく、多くの人々にとっても興味深いものでしょう。家族への深い愛情と感謝の気持ちが、彼の人生における大きな要因となっていることがわかります。彼の今後の活動にも期待が高まるばかりです。 平野志洋さんのこれからの展開に注目しながら、彼の実家の変化がどのように彼の人生とキャリアに影響を与えるのか、引き続き報道していきます。この記事では、平野志洋さんのエンターテインメントキャリアと家族に対する思いに焦点を当て、彼の実家の変化について掘り下げました。読者の皆さんが彼の人生とキャリアに興味を持ち、 共感していただけることを願っております。